代の方に比べたら賛否両論あると思うんですよ。男前の賛否両論、はい、やっぱその男前って言ってくれる方もいらっしゃいますし、その方やではそのアバターに似てるなと思って、タモリさんにはあの素人が作ったシュウマイみたいな顔してるそういう意見もやっぱありますから、はい、まあでも全部ねこう1位に選ばれた皆さんのおかげですから、ありがたいなと思っております。ありがとうございます。ティアラ嬉しい。伝統入りおめでとうございます。あもう選ばれることもない、もう抜けられるっていうのが本当にすがすがしい気持ちですよね。男芸人の場合は不細工って言われて本当に得があるんですよ。お仕事来たりとか、あの女芸人の場合は仕事が増えるってことはないんですね。だからただただ悪口言われてるだけ。本当に朝からもう毎年言ってますけど、私昨日名古屋でお仕事して、名古屋泊まりだったんですよ。でもこのために5時半起きしたんですね。なんでブスって言われるために通うんですか。ほんまそう、なんかほんまそう。そんな悪いことのアンケートが書いてある感じでもないんですけどね。41歳の女性は面白いんだけど、ブスはブスって言われる。恋は恋みたいに。